有名なキューティーのユミとキューティーです。さあ今回もやっていきましょう。2023年1月の初期動画。はい、というわけで、一発目ですね、2023年。いやまだまだ寒いですね。寒い。はい、そして新年になったということで、まあお互いまたちょっと服が変わってるのかどうか、2人の私服を紹介していきたいと思います。じゃあ今回は新年一発のユーミンから行かせていただきたいと思います、はい、お願いします。ではまずこちらのコートから紹介しますね。こちらのコートはついこの間、文化服装学院で講義した際にも紹介したんですけど、まあ、こういう感じで動画で紹介するのはおそらく初になるのかな。1994年 AW の、トリコ・コムデ・ギャルソンですね。まあ、トリコ・コムデ・ギャルソンのこの時期のものは、純也渡辺さんが、デザインを担当されてて、結構この時期のアイテムは僕大学生の時すごい好きで、結構集めていたものになります。まあ、言うならばね、こう僕がこう服をのめり込むきっかけになった一着。はい、で一緒に下北沢で古着屋巡りして、ね、大学覚えてますね。ね、そうだよね、大学1年生の冬だったかなの時に、まあ、18歳19歳の時かに、もうパッて見てコムデスギャルソンギャルコンみたいな感じで何これってなってきたら、まあ、調べてみて、まあ、まず着て本当にやっぱなんだこの服見たことないと思って感動して、そこから調べたら日本人がデザインしてるんだ、でパリコに出てるんだとかなって、本当にこう服にねこうハマるきっかけになった一着で、やっぱその前回講義した際にこう、ね、学生さんたちとこう通し合ってみて、やっぱりすごくいい一着だなって思って、今はもうユーロヴィンテージとか、まあ、アメカジも最近好きなんですけど、やっぱ僕の源流ってここになるんですよね。でそれをこうやっぱ思い返させてくれるというか、まあその当時着てたこう感じとはまた別な見せ方で着れるんじゃないのかなと思って、あの一発目新年のね私服動画でこれを持ってきました。まあデザインとしてはすごくシンプルで、ここに大きなポケットが2つ、はい、でボタンが普通にあって、まあ、ステンカラーコートみたいな感じでね。でシルエットはちょっとこうバルーンシルエットみたいな、ちょっと丸っこいんですよね。やっぱこれもユーロヴィンテージに通じるものがあるというか、やっぱこういうのを通ってきたからこそ自分はそのユーロヴィンテージにハマっていったというか、まあ、今でも本当に好きですしね。だからもう本当にこれはユーミンのキューティーをねもう初期から見守ってくれてる一着というか、自分の、 あのクローゼットの中にある服でも多分一番持ってる年数いたら一番古いと思います。もうだって9年近く経つのか、これは本当よく手放してないなって思いますね。本当にこれは手放したくない一着ですね、絶対に。僕もこのコートを買った時に、僕もアルマーニのレザージャケットを確か買ってたけど、そんな一瞬で売ったからまだそれは源流じゃなかったということ、これやっぱ僕の源流なんで、今年の一発目の私服動画に持ってきました。でお次がこちらですね。はい、これが、ストーンアイランドの、2007AW の、ライナージャケットになります。はい、このシーズンの、テーマとして確かこのね素材が、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、フィーチャーされて作られていた時期のものですね。まあデザインとしてはもう本当に、M65、アメリカ軍のモッズコートのライナーのデザインをモチーフにして、でここの部分だけちょっとまあストーンっぽくこうラインが入ってると、これもなんか製品染めみたいな感じですごくいい染め方してます。でなんか耳みたいなイメージなのかな。あーもしかしたらそうかもね。やっぱこれもなんか普通にね、あのライナーとして今日着てるコートなんかちょっと薄手なんで、中にこういうの着込むとねあったかいなと思って、でやっぱフロント開けた時にこれが見えるっていうのがすごくいいんですよ、でスタンドカラーになってる、まあ、あのこんな感じで襟あの折れることもできるんですけど、僕はスタンドで着る方が好きなんで今こんな感じで着てます。やっぱ本当にね、やっぱ去年からストーンの CP にすごいハマった、なんかやっぱ自分のスタイルの元々あったこういうギャルソンとか着てたのを味付けするのですごく使いやすいっていう。味付けていいっすね。 あ本当ですか。はい、ありますいいっす、味付けしていきたいなと思って、はい、味付け大事ですからね。そうですよね、はい、じゃあ2023年もねたくさん味付けしていきたいんですよね。いや本当にそうですね、はい、ほんでこのちょっとまあさっきまで見えてなかったんですけど、はい、中に着てるニットはこれ、またこれもちょっとねモックネック気味の、ニットになってます。これがサンセントミシェルのアクリルセーター。開けるね。そうこれアクリルなんですよ。だからねあの洗濯めちゃめちゃしやすいんですよね。でもこのちょっとねリラックスしたシルエットが僕はすごい好きで、本当にやっぱもうシンプルですよね。もうこれに関しては色味もいいですし、色味いいし、まあイギリスらしいこの
のデザインが。そうだね。はい、最高です。まあ、買ってから結構ね、あの頻度高く着てる一着です。で、お次パンツですね、こちらが1967年の、はい、スラックスになってます。これがボンドストリートで作られた一着で、まあ、言うればサビルロードとか、スーツの仕立ての通りがあるんですけど、そこの、仕立てられた一本です。まあ、本当にこれも、名古屋の、まあ、動画で出てたんですけど、名古屋のフィートさんで購入して、本当やっぱこのね短い丈、そう、これがやっぱ自分の中なんかこうしっくりくるものがあるんですよね。だから普通にさらっと見たら、いや短すぎるしツンツルてんやんみたいな思うけど、やっぱあのねギャルソンとかストーンとか着るときにこれぐらいの丈がねやっぱハマるんですよね。であと生地感も結構分厚めのウールなんで、今の時期本当にすごい重宝してて、今年買ったパンツの中で一番気に入ってるんじゃないのかな。うん、それぐらいやっぱなんかこういうドレッシーなこうパンツだけど、こうストリートにモードにスポーティーに着るみたいな、これもねやっぱいい味付け。そうだね多分スニーカーに靴下と、うん、あとまあそのドレスパンツのサイズ感がいいんじゃないかな。なんかその組み合わせがなんか自分はこうスタイルだからこう履けるんだよね、うん、そのバランス感だよね、うん、やっぱこれがすごい僕は好きで最近ずっと履いてるパンツですかね、うん、で最後にこちらシューズですね。これが1970年代80年代ぐらいだったかなのアディダスの、ガラスレーザーシューズになります。まあ、デザインとしてはすごいスタンスミスとかねあっち系なんですけど、これもあの大阪のポストエコンで購入させていただいた一足です。これは2月ぐらいに買ったのかな、うん、まあ、これもやっぱ本当に去年買って一番気に入ってるスニーカーかもしれない。本当にあのドレッシーにも見えるし、まあ、スニーカーってもともとねカジュアルなアイテムなんですけど、ドレッシーにも見えるし、こうちょっとこうねあのモードっぽくも履けるしみたいな。いやアディダスにしてはマジでシュッとしてるよね。そうやっぱね、うん、ラストがなんか違うよね。細いよね、うん、でもなんか別に窮屈感とか全く感じないし、サイズもドンピシャ。本当にドイツ軍のジャーマントレーナーの黒みたいな。ああそうだね、まあもうちょっと上品だけど、うん、やっぱあれがちょっとこう自分の中でそんなにねやっぱハマんなかったね。前持ってたんだけど、うん、手放しちゃって、その代わりやっぱこういうのがねすごくいい、ハマる、うん、めちゃくちゃいいスニーカーです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてはキルティのターン。はい、お願いします、はい、じゃあまずライナーから、1950年代のドイツ軍のライナージャケット、はい、まあライナー、そうですね、ライナージャケットですね。まあ多分このこれが中に挟んでこの上に着るシェルがあったと思うんですけど、まあちょっとシェルはわからない。なんかいろんなミリタリー倉庫を巡ってきたというか、あの買い付けで行ったけど、ね、そう買い付けで見てきたけど、まあ、この紐のデザインの初めて見た。ほんと特徴的なデザインだよね。うん、すごいシンプルなのに。そう、紐まあ一番上とあと腰とあと下にも1個あって、まあ、3つ締めれるようになってるんですけど、まあ下はねなかなか締めずにここに着る感じが多いですかね。ここにもあのタグがあって1956年って書いてありますね。まあね、結構、まあったかいのかよくわかんないけどこういう風にあの中にまあベストを着てカーディガンっぽくこう羽織るのにハマってますかね。これ本当によく着てるよね、まあ、そうですね、この間 あの名古屋と大阪のイベントの時にも着ていきました。うん、寒い、ちょっと寒いけどまあなんとかいけるっしょっていうでも春先ぐらいまで、まあ、セントジェームスのボーダーとかに合わせたり結構万能に扱えるいい一着かなと思います。まあこれのね古い年代とか40年代とか30年代のモデルもあるんですけど、この辺がね結構手頃で使いやすい一着なので、まあぜひ、まあなかなか見つかんないんですけど見つけたらぜひマストバイです。はい、マストバイかなと思います。でお次が中のベストが、これはカナダのアウトドアメーカーですかね。あのウッズっていうメーカーがあるんですけど、まあ、そのメーカーと同じタグなんでそれ関係の会社が作ってたんですけど、フィッシングベストですね。で、まあ、何が珍しいってフード付きっていうところがかなり珍しいデザインになってる気がします。ベストの中でフードあるってなかなかないよね。で、あんまりフード付きのベストってなんかまあこれを買ってからずっと探してるけどあまり同じようなの見つけてないですね。うん、これと同じのいっぱい欲しいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、レギュラーですけど90年代ぐらいかな、なんか探してもあまり見つからないいいチャックですかね。まあこのポケットとかに結構何でも入るし、うん、しかもちゃんと
あのゲームポケットがあるっていうね、とあとアジャスターがあって、まあしかもジップもあってボタンもあってみたいな、まあフィッシングらしいこうギミックが詰まったアイテムです。続いては、はい、冬にマストなセーター。はい、はい、僕はこれスコットランドのアンドリュー・キャメロン、はい、スコットランドのシェットランドセーター。スコットランドのシェットランドセーターって言うとなんかすごい紛らわしいけど、はい、まあなんかシェットランドっていう薄手、まあわりかしこう軽量で、あの軽くてもうそこまでこう厚みのないセーター、まあミドルゲージでなんかこう着物してるみたいな、そういうのなんか伝統的なニットなんですけど、のあのボーダー柄ですね。まあ配色がいいなと思って購入しました。結構まあ黒ベースで赤が映えて、まあしかもグレーでちょっと落ち着くみたいな、まあかなりいい配色だなと思って気に入ってる。最近まあシェットランドを今年いろいろ集めてたんですけど、まあその中でも気に入って私物にしてる一着です。でパンツは、はいはい、まあね本当にパンツのバリエーションそんなにないんで、結構既視感のある一本かなと思うんですけど、フランス軍の1950年代のウールパンツですね。でベルトタイプじゃなくて、あのサイドにアジャスターがつくレディース兵士用の、はい、女性兵士用のタイプになります。これもかなりもう本当にシンプルに使える一本だよね。そうだね、あのまあ M52 の方 の, あのブラウンのウールパンツも、まあ、愛用してて、まあ、そっちは結構ゆるいシルエットなんで、あのゆるく着たいスタイリングの時にあの合わせてて、こっちは結構まあ女性兵士用だと思うんで、ハイウエストで履くと結構スッキリしたシルエットになります。まあ多分ちょっとテーパードもかかってるんで、あなんで結構こっちはスッキリ履きたい時に、スッキリ合わせたい時に着てる一着かなと思いますね。まあ本当に色も好きだし、はい、まあかなりこういう合わせをセーターと合わせるだけで結構様になるので、まあかなり万能な一着なんで、はい、まあ見つけたらぜひおすすめしたい一本です。で最後に靴、はい、はい、僕は今日の服装でこれが一番もう、はい、羨ましいってなる。まあそうね、靴ってやっぱ大事ですよね。大事ですよね、はい、やっぱなんかどんな靴履いてるかで結構印象が変わる。うん、うん、ジェームウェストンのゴルフ、はい、はい、この間名古屋のイベントの際にルンペン、そう名古屋、まあ、イベント終わった後かな、あのルンペンに似て購入させていただきました。元カウシル、はい、カウシル、はい、名前変わりました、はい、まあもう皆さんご存知だと思います、うん、ゴルフけどさ、やっぱ自分に合うサイズとか、はい、あのこの革の感じとか状態とかさ、本当にやっぱ難しいんですよね。そうですね、まあ定価もかなりいい値段するしね。まあちょうど入荷の後で、うん、まあウェアもめちゃくちゃいいのがいっぱいあったんですけど、ね、で欲しいのいっぱいあったんですけど、まあその中でウエストに目がいって、まあしかもサイズがシンデレラで、うん、はい、これを買わせていただきましたね。本当に羨ましい、はい、本当に欲しいまあ革質はもちろんいいですし、まあ何より結構どんなスタイルにもハマる、うん、ドレッシーにもいけるし、まあアウトドアっぽくもいけるし、まあこれ自体オールウェザーシューズって言われてるぐらい、まあ本当に一年中どんな天候でも履けるように一応なってます、うん、まあ結構本当にいろんな格好をするときにどんなスタイルにもハマる万能なやつかなと思いますね。まあもう皆さんのお墨付きというか、多分、うん、もう持ってる方も多分たくさんいらっしゃるだろうし、うん、服好きな方だったら一度はこう聞いたことあるし、まあ欲しいなって思ったことある一足かなと思うので、まあ今更ですけどね、うん、まあ、僕はゲットしてかなり、うん、あのもうこの魅力に取り憑かれてますかね。素晴らしいです、はい、素晴らしい一足です。というわけで今回は2023年1月の私服でした。まあお互いやっぱ僕は僕で原点に立ち戻り、かつちょっとこうまたね味変してこうスタイリング組んでいきたいなという感じで、キューティーさんはキューティーさんでね、はい、まあいつもの
まあセータースタイル好きだし、うん、まあそのセーターだけだとまあちょっと、まあ、シンプルすぎて物足りないんで、こういうベストを最近挟んだり、まあね、その上にライナーを合わせたりとか、まあなんかちょっとレイヤードをちゃんとしたい、レイヤード、まああんまり好きじゃない時期もあったけど、あのレイヤリングを楽しみたいっていう今日この頃かなと、はい、はい、いいですね。まあ今年1年もこんな感じでね、新しいこの私服というかね、うん、僕たちで追求していきたいと思います。まだまだやっぱいろんな服着たいよね。そうですね、いろんなとこ行きたいっすさ今年も、はい、2023年後半ぐらいから、うんうん、またなんかどっか巡りたいっすよね。ああ、俺はもうね、うん、今月からのみんな。いやスケジュール的に無理だわ。なかなかね、ポップアップツアーハードだった。そうだね、はい、一回ちょっと落ち着いてからね、またやっていきたいと。また秋ぐらいから、はい、うん、やれたらいいなって思ってますね。春ぐらいからとか。春ぐらいからやりますか。はい、というわけで、2023年もね、はい、変わらずやっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは